新品の便所サンダルを、購入したので足に馴染ませるために、似ようと思います。今回買ったのは一番定番のパールのタイプと、婦人用だったかな、あの、カバーがついてるタイプですね。で、新品の便所サンダル結構硬くて、こう靴ずれしたりとか足に馴染まない感じがあるんですけど、これを今から煮て、あったかいうち、熱いうちに履いて自分の足に馴染ませます。よく魚さんとか便所サンダルを煮るっていうとみんななんかえみたいな反応をされるんですけど、これやると全然違うので、私は推奨してます。特にこの辺のなんかかかととか、なんていうんですかね、まあ、カバーの部分が自分の足の形に馴染む感じがして、靴ずれもそうだし履きやすさとか、足の疲れにくさもより向上できます。今回は大きい鍋に、まあ、2足あるんで大きい鍋に、お湯沸かして普通にジャボッと入れて温める方法を取りますが、大きい鍋がない場合とかは普通にこう夜間で、お湯沸かして、かけるとかでもいいし、あと40度ぐらいとかのお湯だったら風呂ですね、お風呂場で、しばらくつけとけば十分温まって柔らかくなります。でこう鍋に突っ込んだ状態で煮出すというか、そこから沸かすと、鍋の中でこうなんて言うんだろうな、若干こう詰まったりして形がこういう風な状態とかで無理やり入れてほっとくと、その状態で型がついちゃうのであまりおすすめしません。ゆだってからさっと入れて温まったら履くっていう感じの方がいいです。では、入れてみましょう。まあ、お湯熱いんでね、気をつけてやってください。でこうグツグツ煮てなくてもこれぐらいこう湯気が出るぐらい温まってる状態で、しばらくつけとくだけでかなり柔らかくなります。ちょっとうちの一番大きい鍋は浸からないので、トングとかでちょっとぐるぐる回しながらしばらく煮込みます。ほんと30秒とか1分、煮込むだけでこうなんとなくこうプルプルしてくるんですよね、この素材が。でもう押すとすごい柔らかくなってるので、まあ、これぐらいになってきたら、十分です。でこのヒールかかとの部分が一番分厚いので、少し多めに、温めておくと柔らかくなりやすいですね。もうこれで、一回揚げちゃいます。で揚げたら、すぐ水気を取って吐きます。一応ね熱いので気をつけてください。で、もうすぐ吐いちゃって、足に馴染ませます。こうもうこの時点でこうすごい柔らかいのが分かると思うんですけど、この状態で、ちょっと歩いたり踏んだりとか下へ見たり、あとこういう風に揉む揉んであげるとかなり柔らかくなります。はい、こちらも煮込みがだいたい終わりまして、こうプルプルになってきているので水をから出します。はい、じゃあ水から上げていきます。こうもうプルプルになってるのが分かると思います。かなり柔らかくなってるので、よし、で、水気を取ってすぐ拭きます。これは今回少し小さいサイズにしたので、ここのカバーのサイジングがとても大事です。なのでちょっとしっかり馴染ませます。もうこういうこの柔らかくなっててプルプルな感じがあると思うんですけど、煮るとねここまで柔らかくなるので
握ったりして柔らかくできます。で、魚さんの場合はここの鼻緒とかの部分がやっぱり一番靴ずれするので、そういうところを揉み込むと、少し足に馴染んだりして靴ずれも少しは良くなりますね。これでしばらく歩きます。握るとすごい柔らかくので握れます。特に私はこういう付け根とここの縁、こういうところをよく揉み込んだり自分の足に馴染ませるようにしています。今回これはちょっとここの幅、横幅が欲しかったので、こう伸ばしたりすることで自分の足に馴染ませてます。あと自分は結構こう指を深く履くのが好きなので、その状態で履くとここにフィットするようにちょっと強めに履いてます。履くというか馴染ませてますね。サンダルを煮込み終わりました。今回こっちはこの横幅を調整したことによって、足を入れた時にこう詰まる感じがないのと、歩いた時に自分の足にフィットしているので脱げにくくなったかなと思います。ちょっとこの口も自分の足に沿って斜めに、こう少し斜めになってるのが分かりますかね。とこういうところのへこみ具合も少し変わっていて、ちゃんと自分の重心に合って、へこんで、まあそんなにこう見た目で分かんないんですけど、実際履いてみるとやっぱり分かります。こっちも同じですね。この辺が少しこう綺麗に、なんて言うんだろうな、細長く丸くなってると思うんですけど、新品は、まあ、こうやって煮込むことによって自分の足の甲のアーチに合わせられます。で、こっちも同様ですね。ただこっちカバーがあるので、それほどこうここが変化することはなかったんですけど、この内側のこの辺りが、足を入れた時にここがすごい詰まってた感じがあったんですけど、これも足の甲の隙間があんまりなくなったのが分かるように、自分の足に合ってますね。で、ここがちょうどあの指の付け根なんですけど、こう脱いでもその形が残ってるのが分かると思うんですが、こういうふうに自分の足の形に合わせたことで、まあ、こう履いた時に詰まる感じがなく、きちっと自分の足に合っている感じがします。これはあの魚さんとかゴム製のサンダルなら何でも使える方法なので、靴ずれ、魚さん特に靴ずれ多いと思うんですけど、結構良くなるし、本当にフィット感かなり上がるので、ぜひやってみてください。